助けても。はい、じゃあ、僕、ゲームでございます。ガルチョビット、ああ、動画の方やっていきましょう。ということで、ついですね、WCC、ワールドガルチョクラシック、決勝戦、対戦相手、FC バルサミコということで、これ、ほとんどバルサですよね。もう、バルセロナですよね。バルサミコ、ついに来ましたよ。これに勝てば世界一。やっぱ、ガルチョビットの目標のね、ところであるんでね。はい、そのね、バルサミコの、まあ、メンバーのところなんですけど、まずね、簡単に選手データ。やばいっすね。これ名前しかも、本当にバルサの選手というか、まあ、昔の結構選手の名前似たようなところあってね。まず、フォワードダビド・ムラ。これ、ビジャじゃねっていう。ダビド・ビジャ。で、アネスタ。これ、イニエスタとかじゃない？あとは、ラスク。これ、セスク？わかんないけど、多分そんな感じだよね。チャボ。なんかシャビっぽいよね、雰囲気。で、プヨルは、これも絶対プジョルでしょ。で、イケルジャス。これ絶対カシージャスでしょ、これ。といった感じでね、いろんな選手いるんですけど、草薙選手、そして、国分選手、日本人選手がね、2選手もスタメン入ってるんですよね。すごいね。しかも、なんかこう、ジャニーズ系の名前ですね。はい。で、まあ、ベンチ外のところもね、まあ、ベンチのところか。ベンチの選手も非常にクオリティ高い選手ばかりで、おそらく世界最強なんじゃないかなと。はい、お相手のスタメンなんですけど、こんな感じ。まあ、ダビード・ムラがフォワードいて、アネスタ・ガロンゾで、まあ、OMF みたいな感じでサポートいきながら、中盤4枚で試合していくと。そして、国分、ティファニー、プヨルの、3バック。ただね、サイドのスペースとかね、結構ディフェンスラインとか空いてくんじゃないかなと。で、サイド使ってまた中ね、中央空いたりしたりすると思うんで、まあそういうところはね、選手たちに、崩してほしいですね、こちらの。まあでもね、ここに勝てば世界一ですから。そしてですね、今のところ成績ですね。まず N1 リーグの、ここで、リーグ戦の方、N1 優勝。そして、ジャパンカップ。こちらも優勝ということで、ただいまね、2冠中でございます。2冠。そして、ワールドカルチョクラシック。このね、バルサミコ戦に勝てばね、世界1位で、3冠目獲得ということで、まあ、3冠がおそらくカルチョビットの中でもね、一番すごいところだと思うんでね、ここ勝ちたい。絶対勝てる、俺らなら。はい、といったところでですね、こちらのスタメンなんですけど、これでいきたいと思います。まあ、もうベストメンバー。ベストメンバー中のベストメンバー。まあ、フローリヒ、大芝、ストライカーのとこ前置きながら、トリノ、ロビンソンで、サイドからチャンスメイク、あとは渡来で、攻撃のところを起点にしながら、マーレはもうディフェンスの役割を果たして、みゆき、竹本しっかり守って、出口とダニも対人戦強い。そしてエリアス、守護神、ゴールキーパー。まあ、今シーズンはね、ワルドーナーとかエリアスとかね、結構補強した選手も多いんで、この辺もしっかり活かしながらね、頑張っていきたいと思います。まあ、選手データのところも非常に、みんな強くなったからね。まあ、ただ、バルサミコが総合的に見るとやっぱ上の部分はあるけどね。ここで、勝っていきたいと思います。いやー、来たよ、一発勝負。絶対負け。うわー、もうバルサやん、これ。完全にバルセロナのユニフォームですね。よろしくお願いします。いや、もうこれ勝ってね、3冠行きましょう。絶対負けない、俺たちは。世界最強のチームですからね。バルサに勝てば、このバルサミコに勝てばね、世界の中で一番強いチームになれると。まあ、本当に弱小チームの頃からね、ずっとまあ動画のところで一番最初からやってね、まさかここまで来れるとはね。行こう！全部ぶつけよう！サッカーやろうぜ、みんな！まあ、僕らのビルドアップがどこまで通用するかっていうのも気になるところなんですけど、ただね、今までやってきたことをね、全部に出し切れば、チャンスはあるはずなんで。さあ、いきなりチャンスじゃない？ティファニー高い。が、セカンドボール拾いたい系と拾われる。さあ、こっから怖いよ。ナイスディフェンス、ロビンソン。さあ、うわ、来た！いやー、ただ、ディフェンスはやっぱゴールキーパーのとこも硬いからね。いけるジャス。よしよしよし、ナイスナイスナイス。いやでも攻めてる攻めてる。やれるやれる。うわぁみゆきみゆきやったねみゆき
うわー、今のすごくない？ここからっすよ。ひねったね、頭。バルサに先制、ナイス、みゆき。いやー、ディフェンスライン、みゆき選手が決めてくれました。いや、ちょっと待って、この先制点は非常にでかいんじゃないか。さあ、ロビンソン収めて、割った、あー、ただラスクが、ラスクが立ちはだか、裏空いてる！キーパー、ナイスキーパー、熱血パンチ。うわ、ちょっ、オッケーオッケー、竹本さん、OK。ナイスカバー、ナイスカバー、ちょっと危なかったな、今。ヒヤッとした。肝を冷やした。うわー、いいとこ入れる。さあ、これ空いてるよ。中央、クロスでもいいよ。いける！よーし！うわ、待って、これ。これ、2点はでかい前半で。しかも、このパフォーマンス入ってる。ちょ、待って。本当になんか、監督やってる自分ですら、予定外のことが起きてるんですけど、これ。いや、今の攻撃、左サイドで攻めてて、中央でね、逆サイド使って、もう完璧な攻撃でしたね。まあ、バルサも、おお、もう選手交代早い。バルサも今ね、振られてましたからね。さあ、行こう。フロイ、ナイスナイスナイスです。これ、シュートかパスか、ちょっと曖昧なところだったけど。いや、バルサ相手に、ちょっと待って、ここいけてるぞ、本当に。自信持っていこう、みんな。最後まで。よし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 。まあ理想はね、これで前半終わりきることだね。うん、2-0。まあ失点はとにかくしたくない。アネスタ。これイニエスタ。ダビド・ムラ怖い。サンキュー、ナイスキーパー。ナイス、ナイス、ナイス、キーパー。よし。いやでもシュート打たれてるけど、やっぱりゴールキーパーのところも非常に強いんでね、こちら。結構空いてね。まずい、カウンター。オーケー、竹本。ダビド村、おそらくビジャ相手にも屈しないと。よし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 、どうしようかな、選手交代のところ。まあでもこのままいいかな、かなり流れがいい、流れいいんで、あとはね3点目取れたらもう本当に、スーパーサブとかも入れてね、最終のところまで行きたいんで。あー、ロビンソン、ロビンソンもトレーニング入れましたからね。ある、あー、惜しい、大芝惜しかったな、うまくディフェンスの裏返ってたけど。さあ、ただ気を緩めたらダメだぞ、絶対に。なんて言ったって相手はバルサなんだからね。うわー、惜しい。なんか相手ちょっと攻撃的に来そうじゃない？うん、そういうとこつけそうだけど。てかビルド、うわ、マーレーの神。うわー、惜しい。マーレーのフェイント、今のやば。あそこ3枚引きつけてスルーパスは噛みすぎ。あ、アネスタ、まずい、アネスタ。うわー、来たー、ダビド村、ダビド村、やっぱここで決めてくるか。今アネスタからのパスかな、だよね多分。ここでチャボがね、ちょっと最後倒れながらパス出して、アネスタからダビド村。いやー、アネスタやるな、やっぱおそらくイニエスタ。さあ、ということで、ちょっとここら辺1点差で、まあ、ここからまたね、どんな感じになるか分かんないんですけど。おお、いいとこ奪った。これフロリヒ巻いてるけど、大芝1人で行ってもいいが、フロリヒだけセカンドボール入ろう。さあ、なんか惜しい。ということで、ちょっと選手答え入れます。大芝がスタミナないんで、ワルドナ入れて、トリノのところオードリー行こう。で、ロビンソンがスタミナなくなってるんで、宮下は右のサイドハーフで起用していきます。さあ、というわけで、これで追加点本当に奪い、一発狙ってきた。あっぶんな！そこ見てんのか。うわぁ、このコーナーキック怖いな。頼む、全員で弾いてくれ。弾いてくれ！よし！あー、セカンド拾った、ワルドナ。しかし、取られちまった。OK。ちょっと前運びたいね。サンキュー。おー、ファールファール、よし。いや、オードリーため作れるから。ケルジオ来た、ケルジオ。セルヒオ・ブスケツみたいな。逆サイド結構空いてるよな。ここ勝てないか。まずい、若干。やばい、弾け。
うわー逆いる。オッケー、そ、溜める台、そう、オードリー頑張れ。さあ86分、みんな気合い入れろ。最後世界一になるぞ絶対。やめろ、ナイスキーパーよし、いける。最後に諦めんな、でも諦めんなじゃねえ。よし勝った勝った、マジかよ。うわもうなんか涙出るこれ。いやー来たー、ついに。もう本当に地域のね、本当の弱小クラブの一から始めたところから、世界ナンバーワンクラブ、すごい、ドスコイパイナポーが、ドスコイパイナポーが世界ナンバーワンクラブに。いやサポーターの皆さんも本当にありがとうございます。もう応援、ほらこんなにもうぎっしりね、応援駆けつけてくれましたからね皆さん。うわーこれは嬉しい。いやーしかも3冠達成、うわ世界一になりましたよ、ついに。うわーすごい、ワールドカルチョクラシック、この称号はチャンピオン、チャンピオン、もうね言葉出ないですね。うわーちょっと右写真若干かぶってるけど右のとこかぶってますけど、フローリヒ、いや本当にサポーターの皆さんありがとうございました。あのねバルセロナに勝利と、いや動画をね本当にご視聴してくださった方もね応援ありがとうございました。コメント欄でもね結構アドバイスの方もいろいろいただいたりして、うわーすごいね、なんか世界のこのバルサに勝ったって考えると、まあ確かに今年特にですねジャパンカップ、そして N1 リーグの方でも優勝と、そしてあとワールドカルチョでもね AC パンチェッタ、そしてアルトルティージャ、なかなか苦しい戦い強いられましたけど、チーム全員でねもぎ取ったこの勝利、もう本当に危ない場面とかもあったけどね、ディフェンスそしてゴールキーパーしっかり守ってね、あとは得点をね鳥のここで決めてくれましたね、きっちり。これが一応、2得点目のやつでね、相手にこの後ね1点奪われたんだけど、いやでもゴールキーパーをマジよく止めたよ本当。さあこれも惜しかったですね、ただバルサ相手にね逆サイドうまく使ったりしてね、そうこれダビド・ムラがねここでアネスタからのいいボール蹴るよな。いやーということで勝ちましたね、まあ、シュート数もねこちら上回ってますし、枠内も飛んでると、いやこれはうわーよいしょー来たー、バルサに勝ってワールドカルチョクラシックということで3冠獲得。うわーこれがカルチョビットのまあ目標でありね、最強のやっぱ称号だと思うんでね、この3つ揃ってるっていうのが、ボックンゲーム監督やりましたね、これで3冠達成です、おめでとうございます。いやありがとう師匠もありがとう。うわー何なんだこれ、お何これ、エンディングみたいなやつ、うわかっこいい、めっちゃかっこいい音楽で、チトセ、ヌシダ、いろんな選手出てきてる、岩崎、西久保、丸山、メラ、うわ何これかっこいい、うわこの音楽出た、この音楽最後歌わせてやります、テテレテテテレテレレレテテレテテテレレレテテレテテテレテレレレテテレテテテレレレテテレテテ、いやすごいね、ちょっと待ってこんなのあんの、カルチョビット、ありがとうサッカーの楽しさ。
このゲーム伝えてくれてありがとうありがとう Thank you very much マッチョマッチョマッチョカルチョビットあー最高最高だ。いやーカルチョビット こんなになるんすね。てかえこれってもしかして3冠取らないと流れないパターン。ジャパンカップ N1 そして世界ワールドカップクラシック優勝、まあ、でも本当にこのゲームはですねすごい細かいところまで作られててね、ただねこのパラメーターっていうだけじゃなくてねパラメーターにはね実はいろんなね隠された部分とかもあってねポジショニングとか選手の動きだし、いやーこれだからね今後ですねオンラインとかまた出たら楽しいよね。一応今オフラインでしかできないけど、まあ、3DS とかはねオンラインとかでもできた部分あったんですよね。アプリのカルチョビット、うわーこの音楽なんかいいね。うわこの質の音楽初めて聞いた。ちょっと音楽に浸りますね。あいいねこのおはおはおはみたいなやつ。おは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 、うわうわあーここで終わりか。はい、お監督これで今シーズンも終了です。お疲れ様でした。名門クラブになりました。予算規模が大きくなります。さらに奥なんだ。ジャパンカップの賞金5000万ありがとうございます。はい、アジアチャレンジトロフィーの賞金として5000万ありがとうございます。ありがとうございます。やばワールドカルチョクラシックの賞金1億、くわすごい、やばすぎだろ。来シーズンの予算は15億2000万円です。今期から4億8000万円のプラスとなりました。うわなんかもう感動ですね本当に。マジで予算も全然ないクラブから始まってるんでね。いや解雇とかするわけないでしょもう。いやー本当にありがとうございました秘書。まあすごかったですね今シーズンカルチョビットね。これで最終回、一応最終回ということで、やっぱり一番の目標のところは世界取る、そして三冠取るっていうところがね最大のところの部分で目標だったんですけど、そこをしっかり達成できてですね、まあ、チームのところも非常に強くなって、最後のエンディングとかも感動しましたし、まあ、ぜひですねまだカルチョビットはね遊んだことないよっていう方とかもね、まあ、動画見て始めた方もね、いるかと思います。まだ始めてない方もぜひこれ本当面白いんでね。一応 N2 リーグの手前まではですね無料でいけるんで、そこからちょっと先がね1200円ぐらいかかっちゃうんですけど、ただね本当に神ゲーなんでねこちら、まあ、なんとか世界ナンバー達成できてよかったと思います。ということで皆さん今回ご視聴いただきありがとうございました。ぜひカルチョビット遊んでみてください。さようならバイバイ。